おはようござでまあやっぱりそういう鉄漢という人が世に出てくるっていうかにはこうやっぱり明治新っていうのが大きいんですねその明治新っていうの,の中でもうなんていうのか今とは考えられないくらい文芸っいうの力を持ってるんですその中で日本人の精神を変えるためには文芸を変えらなきゃいけないとでシーカーを変えようってことにいろんな方面です、まず あの上からの改革ととしては演劇を変えようと西洋の近代劇と比べたら日本の歌舞伎なんていうのはもうなんか頭のおかしい連中がこうやってるだけの筋も何もないしっていうそういうことでちゃんとした芝居を作るところが始まってそれから次には小説をしようで小説がんで大事かと思われたかっていうとまあもう古いと完全懲悪ものは古いっていうことで、ね、滝沢陰なんかがやりために上げられて。 じゃあどんな言葉で小説を書くんだっていうことになるわけなんですね。で,でいろんな試みがなされるわけです。坪地商用の「あの、当世諸世たでやるとかあるいはくた双葉亭使名のはぐれ雲とか「はぐれ雲じゃうき、ね、雲」とかいろんな試みがなされてでも今読んでみたらねあの、やっぱ古いんですよ。むしろ外なんかの画文で書かれた舞姫なんかの方が読みやすい。で 本当に悪戦苦闘があって、小説家の悪戦,悪戦苦闘があって、まあ、新しい言語で小説ってことで生まれていくわけですけども、あのその中の一つとして、やっぱり死を新しくしようと。死、しか真ん中にずく分かっとかった、あ短歌とか、あるいはあの俳句とかそういうものを、新しくしを新しくしなければならないっていう、その使命感の中でやっていくわけですけども、まあ、あの、なんて言いますかね。 決意がもうまあ鉄管はちょっと学級的なところないですけども学級的なところのある正岡式なんていうのも同じような仕事をやってて江戸時代の,あのいろんな短歌をがっちり分類するんですよ分類してこういうものこういうものこういうものっていうふうに分けていくで、まあ、鉄管も正岡式もそうですけども共に目の敵にしているのは古今集なんですう ど,どうしようもないもんやってことで、まあ、正岡規も鉄管も、まあ、拝撃するわけなんですね。で、なんでダメかって言ったら、そこには私がないと。自我ってもんがねえじゃねえかっていうことで、自我っていうものを歌おうとした。だから、そういうものに、あの、実は、秋子の歌は、ぴったしだったんですよ。だからもう、そこには我がいるんですよね。だから、本当に、なんていうのか、あの、 や肌の熱き父親に触れもみで寂しからずや道を説く君とかもう君がいて我がいるんですその子二十歳口に流る黒髪のおごりの春の美しきかなっては、もうおごりの春がいるわけなんですねでそこで歌われる私っていうものを鉄火なんかは求めてたんですで鉄火の歌はあの、まあ、四季なんかとまあもの同じくし時同じくしてますけれどもあのやっぱり日本の伝統の中の 歌ですだから外形を描写することによって情景を描写することによって内面を歌おうとする秋子はねやっぱり生なんですよね最初初期の頃はでそういうものをこう見た時に鉄管はあこれだよって思ったと思うんですここには私がいる我がいるっていうあの「古今集」読んでらるかるように我って言葉はほとんど出てこないんですもう情景描写ばっかしで。 で、それは万葉集ってはまるで違う、万葉集はわれわれということ言ってますけれども。そういうものから、ちょっと離れた、あの、歌手になってます。で、そういう我のない、あの、歌手、歌じゃない。我を歌おうっていうことを、こう。まあ、結果なんかは。言ってあげるんです。で、それに共鳴する若い人たちが、次々と新しい歌なんかを歌って。まあ、明星って雑誌に載せていったっていう、そういう、まあ、背景があります。だから、まあ。ろくでもない男では、一方であるけれども。 まあ、それもバイタリティのいろんな表れとして、まあ、見た方がいいかなっていうふうには思います。まあ、今日、このところで。はい。ちょっとかっこよくなってきたね。うん、そうそう。はい